よう。野球ボールありがとう。愛してるもありがとう。お菓子もありがとう。お化け。おはよう。やば、喋れない。お菓子ありがとう。水。
誰か分からなくなる。当たりがとう。ああ、元気に行きたいのになぜか行けない。お菓子ありがとう。あとありがとう。ちょっと まあバッチリメイクはできてないんだけどね。頑張れ、ありがとう。よし、ちょっと良くなったかも。多分ちょっと良くなった。うん、よし、落ち着いてきた。はあ、ありがとね。え、わかる。今日風強いよね。なんか朝からすっごいめっちゃ風吹いてた。めっちゃ風強い。今日は曇りか。
まあ確かに、確かに今日は曇り。朝ごはん食べてない。群馬も曇ってる。うん、みんな今日はどの県も、どの県かも分かんないけど、曇りなのかな。セブンのシャインマスカットの大福美味しかったよ。そうなんだ、私も食べてみたいかも。ご飯食べたい。でもお腹空いてないかも。いつもだとお腹空くんだけど。あ、でもお腹空くかもしれない。東京も曇ってる。土砂降り。そうなの。大変。神奈川県は、そうなんだ。おはよう。なあ、そっか。ブースティーで神奈川県行きましたね。あ、セブンのその、あ、やばい。行っちゃった。まあいいか。いやいやいや、もう気にしない。生チョコアイス食べたことあるかも。私、あーちゃんの鼻は土砂降りなの？そうかもしれない。めっちゃ鼻水出る。そう、数字言っただけだから。別に英語で数字言っただけだよ。セブンって言っただけだから。いやいや、英語言っただけですからね。何も悪くない。何も悪くないですね。うん、7個も食べるのかもしれないかな。そう、好きな番号を言っただけ。そう、そうなんです。7月生まれだからセブンということで。はい、でも私本当に特に好きな数字がなくて、本当に好きな数字がないんですよ。なんかよくわかんないから。July、 August、 そう、来年は17だからね。どういうこと。そっか。あ、やべ、書いちゃった。来週は11月か。早くない？10月になったばっかだけど。早すぎる。
そしたらもう12月も終わってしまうんだ。早い早いってガニくご飯は私に何も食べずに生きろって言うんですかね。冬休みが待ち遠しい。冬休みって言ってさ、なんかそんなに休みなくない？よくわかんないけど。青ちゃんの配信を見ながらクリスマスケーキ食べたい。え、いいな、逆に私が食べたい。ほっ、あ、やばい、ぶつけた。冬休み短いよね。もっと長ければいいのに、本当にもう。斜めってるし。あ、足りるかな。足りるかな、この量。足りなかったらどうしよう。ご飯届いた。梅干しの、梅干し入った白米と、あと卵スープ、とキウイ。何から食べようかな。まだ暑そうなんだよね。ワンチャン足りないかもしれない。これ全部このスプーンで食べろっていうの？キュウリがスープの味しちゃうじゃん。まあいいや。あ、いける。うん、おいしいね。すごい形。まあ確かに。でもこれキティちゃんなの。ここに「葵ちゃん」って書いてあるから、これ私のお気に入りのスプーン。ずっと使ってる。ほんとに何年ぐらい使ってんだろう。いつもらったっけこれ。結構前からもらってずっと使ってんだよね。これはね、買ったっていうかもらったものなんですよ。確か誕生日プレゼントか何かでお友達からもらって、それから使ってる。お土産なのかな、これ。わかんない。本当に前
だからさ、もう小学2年生ぐらいの話だよ。なんか結構前なの。ってどういうことやねん。めっちゃ前だわ。もう7、8、9年前ぐらい。知らん。確かに。愛してる、ありがとう。シンシンさん。シンシンさんなんだ私。まあ確かに。今日って木曜日なんだ。え、嘘でしょ。だよね。だよね。びっくりした。嘘でしょって思って。今考えたら今日水曜日だよね。ちょっとびっくりしたじゃないか。やっと1週間終わるって思ったじゃん。まだ水曜日かいな。なんかおかしいなって思って。あた、ありがとう。やばい、絶対足りないんだけど。やっぱさ、ご飯って最強だよね。結構落ち着くんだけど、めっちゃ気持ち落ち着いた。まあでも心の片隅にはいるけど。いや、消えはしないけどね。うん、確かに海苔だ。海苔、海苔だ。海苔欲しいかも。めっちゃ梅干し奥にいる。
なかなか食べれない。見つけた。匂いればお母さん。え。うん。梅干しは種なしです。なんかね、梅干し食べれる。そのまんまの梅干しは食べれないんだけど、こういうね、ご飯とかと一緒に食べるといける。そう、梅干し単独では食べれません。酸っぱいか、ピュッて。え？ねえ、カリカリ梅マジで私食べれないの。無理、本当に。とにかく無理なんです。カリカリ梅は何をしても食べれない。本当に無理。私は母子じゃないと食べれません。でも私あんまり梅が好きじゃないから。あ、でもゆかりは食べる。ゆかりはよくかけて食べる。
まり食べないんだよね。もうゆかりは食べるんだよ。さあ足りるのでしょうか。なんかゆかりは美味しくない？小さい頃から食べてるゆかりちゃんは。初見さんありがとう。ごちそうさまでした。しそわかめ食べたことある？しそわかめありそう。お腹すいたら早弁？早弁？早弁したことない。私でもね、絶対早弁したくないんですよ。必ずみんなと同じ時間にお昼を食べたいの。なんでかっていうと、早弁したらその分お腹が空くのが早くなっちゃうから。受験さんありがとう。やばい、まだお腹空いてるのに、なんかよくわかんないけど、もう喉に通らない。学校はお休み時間とかお菓子食べれるんだけど、だけど私食べないの。そもそも持っていかないからね。いや、私給食じゃないよ、弁当だよ。私今高校生ですから、もしかして中学生に見えるのかな。小学生でもないです、高校生です。お弁当です。いや、本当は早弁でもしちゃいけないとかそういうルールとかないから、みんな普通に早弁してる人とかいる。だから私はそういうの見て美味しそうって思うけど、後のこと考えると後でお腹が空いちゃうから私は食べない。早弁分のパン。いや、 JK はグミだよね。本当に私もグミが必要。いや、別に昼休みは短くていいタイプなんですけど、全然あのやる遊ぶって言っても遊ぶことないので、全然。逆に私ね、潰してる昼休みを。まあ、わざとでもないけど、ゆっくりお弁当を食べる。
優雅なお時間。へえ、そうなんだ。地域によっては小学、間違えた、お弁当の小中学校もあるんだ。まああるや、あるか、そりゃトランプなんかしないよしてる人一人もいないよ。まあ中学校はいるかもしれないけど。うわー、お昼寝したい。めっちゃお昼寝したいな私お昼寝したい。だけど寝れる環境じゃないんだよ私の教室。もううるさい、とにかく私の席いつも潰れてるし。お昼休みはドッジボールじゃないの？うん、お昼休みに体育館一切行ったことない、一回も。多分ね、お昼休みに体育館使うの3年生だけだと思う。1年生とか行かないよ本当に体育館。だって怖いじゃん、3年生がいるんだもん。私行けない、絶対。外に出たこともない。もうそれは小学校からそうですね、小学6年生ぐらいから中学校で外遊びをしなくなりました。で本当に NGT の先輩、学校にピザ頼んで怒られてたんですか？学校にピザ頼むの？すごい。学校の先輩はね、うん、怖い。かくれんぼもしません。トークトーク。何もしないのは私たちよ。お話お話。先輩すごい、ピザ頼むなんてそんなに勇気いる。じゃあどういうひまりいつ、やばい、めっちゃ風強そう。無理無理、外出たくない。はあ、流れ星ありがとう。確かに飛ばされちゃうかもしれない。飛ばされて隣の県まで行って、新澤葵さん行方不明です。髪の毛は結んで16歳ぐらいの女の子。行方不明になっちゃうかも初見さん、初見さんありがとう。風強い中リフト？なんだって？めっちゃ怖いじゃん。
してるわけないでしょ予習なんて私しませんから。教科書一切見ない、昼休み教科書一切見ないで、ただぼーっとしてるだけ。こうやって周り見落としたり、あ、変なことやってんなみたいな。え、本当に新潟ってそう、本当よ。隣の県行くの遠いから、なんか上行っても下行っても遠いからね。こう本当に新潟は広いです。新潟からなかなか抜け出せないって感じだよね。仕事行ってらっしゃい。ああ、お仕事いいね。やばい、本当に風がひどくなってるということで休校で初見さんありがとう。雷鳴ってくれないかな。ちょっともうちょっと頑張ろう、天気もうちょっと頑張ろうよ。もう雨ね、雨降ってプラスで雷もお願いします。おお、こんな中ピンポンしてくる、来ました、誰が来たんだろう。わかんない雷鳴ったら休校なのかよくわかんないんだけど。オンライン授業がいいな本当に行くの面倒っち。10時27分7時59ってこと？あ、仕事めんどっちい、めんどっちいの？まあ何してもめんどっちいか。仕事も大変だからね。確かに確かに。お菓子ありがとう。まあね、まあそうだ、確かに仕事しなきゃお仕事できない。これから仕事行く準備しないと。あら、私も準備しないといけない。したくないぞ。やってみたい仕事とかある？
若干ね、若干水族館で働いてみたいかも。ちょっとね、なんかそういう動物に興味があるから、私水族館いいなって思って、あの夏なんか魚が好きってわけでもないんだけど、なんか動物園ってよりかは私水族館の方がいい、水族館がいいなって思ってね。ペンギンかわいいか、そう、私こんな私が飼育できんのかよって話だけど、ちょっとなんか、なんか赤ちゃんから大人まで育ててみたいとか、そういうのあるんだよね。別にそうでもないけど、でもまあまあ育て方は上手くなったとは思う。本当に最初の頃なんかもう何も分かんないからさ、何も分かんないところで始まっちゃったから、うん、本当にかわいそうだったけど、いやだな。たくさんハムちゃん飼っていくうちに育て方うまくなって、寿命も飲んで伸びてきて、まあ短いけど2年ぐらい生きてくれて嬉しいだ。お菓子ありがとう。おはよう。マリンピアは私も行ったことがあるの。その本当にまだアイドルになる前で、私ガチでガチで本当にそういうところに行こうとしてたから、だから本当になんか勉強みたいな感じで見に行ってたの、水族館に。だからイルカショーも見たんだけど、めっちゃすごかった。イルカショーめっちゃすごかったです。バーンバーンって飛んでた。そうそうなの。あんまり水族館に行ってなかったから行ってみようって思ってね。野球ボールありがとう。あ、仕事行ってらっしゃい。ありがとうね、見てくれて。お化けもありがとう。青い章って何だろう。ちょっとさ、お魚嫌いだけど、だけどお魚あげてみたい、アザラシとかに。ねえ、水族館魚臭いよね。無理かもしれない。そう考えるとやっぱり動物園の方がいいのかな。いやでも動物園も臭いんだよね。もうどちらでしろ臭い。ごめんなさい。
めちゃくさいの苦手な人じゃない私って、失礼すぎん？いや、イルカお腹触ったり握手しに行ったりはしてない。確かに鼻が詰まってたら匂いしないしね。いろんな水族館行ってみたいな。仕事行ってらっしゃい。嫌だわ嫌だわとかまあつもり、私もゲームしたい。何の音？めっちゃすごい音聞こえたんだけど。ダンジョン M ね。13位、いのちさんありがとうございます。12位、リュウマさん、ありがとうございます。11位、イチタさん、ありがとうございます。10位、マコチャさん、ありがとうございます。9位、ユウサトさん、ありがとうございます。8位、トモさん、ありがとうございます。7位、ビックラブコさん、ありがとうございます。6位、ジンさん、ありがとうございます。5位、ポラさん、ありがとうございます。4位なよゆきさんありがとうございます。3位カランコロさんありがとうございます。2位高千代ビビビさんありがとうございます。そして1位お金持ち先生さんありがとうございます。何この音、えマジ嫌い、こういうのゾワゾワする。なんこの下かな、下誰、お父さん、いやお父さん、まあ、いいや、まあ、みんなバイバイやばい、もう時間かもしれない。バイバイ、ありがとうね、見てくれてありがとう、バイバイ。